近本教授です。前回の動画でですね、バッテリーの容量、電動アシスト自転車のバッテリーの容量、そんなに大きくなくていいんじゃないかという話をさせていただきましたけど、それはね、特に、このビビチャージ WT 内装5段変速のね、自転車に乗ってるとすごい思うんですけど、ただね、ビビチャージ W っていう内装3段の方ですね、フロンティアとかもそうかもしれないですけど、ブリヂストンのデュアルドライブとかね、やっぱ変速段が少ない、内装3段とかだと、特にね、この自転車だとこう平地充電モードってあるんで、これがね非常に使いにくいというか、この自転車はね内装5段変速で、変速段が結構選べるんで、平地充電モードも結構使いこなせるんですけど、ビチャージ W の方はね、やっぱ内装3段だとこの平地充電モードってちょっとね、あんま使いこなせないというか、やっぱ2速と3速の間欲しいなっていうふうに思うんですよね。だからビビチャージ W の方ですね、この前イーチャリティさんでですね、鈴木さんに紹介してもらいましたけど、ビビチャージ W は、あれはもうねオートマチックモードで乗るものかなっていうふうに個人的にはね思っています。私はねあれに乗る時も結構平地充電モード使いますけど、やっぱね内装3段じゃね平地充電モードちょっと使いこなすのもきついかなっていうふうに思いますね。だこれ内装5段だとね結構使いこなせるんですけど、その辺はねちょっとやっぱり3段変速だと平地充電モードはきついなっていうふうに思います。ただ NLF バイクの場合はどうかというと、軽いんで車体がね結構ね使いこなせる、NLF バイクの本当 SPL シリーズのそのあれですね、エコ充電モードですねはかなり使いこなせます。 NLF バイクはねやっぱねいいんですよね、その辺がすごい最適化されてるというか、いやでも本当に NLF バイクの SPL シリーズは本当に素晴らしいと思うんですけど、でもビビチャージの W 内装3段のビビチャージ、バッテリー容量がですねこの 17.6A のバッテリーを挿すと 30kg あります。このビビチャージ WT 内装5段変速のビビチャージ WT も 30点何キロかあるのかな、スペックを見るとこれ2014年ぐらいのカタログですけどねもう今売ってないんで、見るとそうこの自転車と内装3段のビビチャージ W は同じ車重ですね。で要はこの自転車はスタンドがね片足スタンドだったり、ハンドルロックがクルピタなんですけど、ビビチャージ W の方はね、スタピタっていうやつなんで、スタンド立てるとハンドルロックされるっていうのが採用されてるんで、その辺でちょっとハブ自体のね変速機自体はやっぱ内装3段より5段の方が重いですけど、でもそれ以外の部分でハンドルのねロックの違いとかで、結局相殺されて車重が同じになってるというところで、でやっぱ内装3段だったらビビチャージ W はそうですね、オートマチックモードがいいし、バッテリー容量もね結構大きくてバッテリーガンガン使って走るっていう使い方はもういいのかなっていうふうには思いますね。この WT に関して言うと、本当に 17.6A のバッテリーは個人的には非常にミスマッチだと思うんですけど、ただ W の方は内装3段の方はでっかいバッテリーつけるっていうのも悪くないのかなっていうふうには思いますね。あと車体 そのフレームの違いっていうのもあるんですけど、やっぱ変速段が結構多いってことは、やっぱりね人力を駆動に生かす、より生かして効率よく生かして走るみたいなことを考えるんで、その辺ですね。やっぱり、同じビビチャージで言ってもちょっと W のやつと WT 内装5段のとそうじゃないのでは、そのバッテリーの適性も違うのかなって個人的には思ってて、だから私がもしねそのビビチャージの企画担当だったとしたら、
WT に関しては、この自転車に関してはバッテリーよりは小さいのをつけて、 W はまあ大きいのつけるかなっていうふうに思いますね。まあちょっとその辺はでも個人的な話なんで、皆さんがどう思うかは人それぞれですけど、うん、そうですね、そういうふうに私は思いますということで、はい、今日はでっかいバッテリーなんで 17.6Aのバッテリーなんで、なかなかね残量が増えたり減ったりしないですよね、うん、そうバッテリーでっかいとね、やっぱ残量変わらないんで、あんまりつまんないっていうのもありますね。やっぱ小さいバッテリーだと、うん、結構バッテリー残量コロコロ変わるんで、はい、発進1速2速3速4速5速点検を、まあ、小さいバッテリー 6.6 アンペアのバッテリーだと、まあ、この下り坂で 2% くらい充電されるんですけどね、このバッテリーだと 1% 充電されるかどうかなというところですね。今肩回生です。はい、両回生ちょっと漕ぎながら、両回生、肩回生、両回生、肩回生、はい、両回生、まあでもね、ビビチャージは、あ、まあ中古で買ったとして、あれですね、バッテリー選べるんで、まあ、今もね、ビビチャージのバッテリーって現行モデルとか最新モデルとは合わないんで、要はバッテリーの規格が若干変わってるんで、端子が変わってるんでね、なんで、最新のモデル2020年とか2021年のモデルのバッテリーは使えないんですけど、互換性ないんですけど、でもちゃんとね分配してるんで、要はスペアバッテリーは今メーカーがちゃんと売ってるし、まあ、オークションとかだったらちょっと安く手に入ったりするんで、まあ、そういったところでね、バッテリー容量をいろいろ選べるっていうのはいいですね。まあ、もちろんお金かかるんですけど、まあ、中古でね、もしビビチャージ購入されて、まあ、もともとついてたバッテリーの容量が気にならなかったら、それを売って、で新しいバッテリー買うっていうのもできるんでね、まあ、実際私そうしましたけど、はい、ということで、今回はビビチャージ W と WT での違い、まあ、内装変速機3段か5段かで、うん、まあ、バッテリー容量を変えるのはどうですかという話を、ね、させていただきました。はい、ご視聴ありがとうございました。